ははい皆さんこんこにちはジョーです今日もですね仮想通貨のマーケットを見ていきたいと思うんですが今日はですね軒並み上昇しておりますでこれは仮想通貨だけではなくて株式マーケットも同様なんですねで後ほど詳しく見ていきますが、えー、今日はですねアメリカの今後の景気の動きみたいなところに対して、まあ、ちょっと不安感みたいなところが出てきているとで逆にこれはですね、まあ、アメリカの株価そして仮想通貨いわゆるリスク資産に対しては まあプラスであろううというふうに言われ始めていますでこれまあ一つの大きな理由としてアメリカのリセッションがですね、まあ、きつくなればなるほど、まあ、やっぱり早めの利下げにつながるということでアメリカはですねあのリセッションへの、まあ、期待みたいなものが、まあ、今すごく高まってそれが株式そして仮想通貨のマーケットの上昇につながっているというような、まあ、今状況なんですよね。なのののでで逆に今のタイミングで利上げの予想が高高ままれば高まるほど アメリカのですねリセッションに向かう可能性っていうのが高まるんじゃないかということで株も仮想通貨も買われるというような今状況にあるという感じですね。はいまあ、今日はこの辺りマクロの関連ニュースでそういった方向感に今なっているというところは後ほどご紹介をしていこうかなと思っています。でそれ以外ですね今日仮想通貨のニュースという観点でいうと、まあ、やっぱりバイナンスの、まあ、インターナショナルというか、まあ、通常のバイナンスの今の企画が使えなくなって。 日本在住の方はバイナンスジャパンのサービスを使わなければいけないというふうになるのはすごく大きなニュースだと思うのでそのあたり後ほど触れていきたいと思いますしあとはイーサーについてはどん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 取引所からですね資金が抜けていっているというのが面白い動きそしてここ最近ですね多くのいろんなファンドが AI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  AI 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 って言ってですね仮想通貨とかから AI に動きを見せたりもしているんですが本当に世界的にも有名な ファンドがそのような動きを今回出しているのでそのあたりについても触れていこうかなと思いますあとは最後の方にですね今アバランチのトークンがアンロックによってですね大量に放出されるということでそれが売り圧につながるんじゃないかというところも皆さんと一緒に見ていこうかなと思っていますでまずはですねチャートの方を見ていきましょうこちらビットコインの日足のチャートになっているんですが、まあ、ちょっとなかなかあのー レンジでの相場というのがま少し続いている環境が今あると思うんですけれども1個ですね面白いところを見ていきたいのがこちらの下の方にですね出てきたのが取引ボリュームなんですよねなのでここ最近の1ヶ月ちょっとについては取引ボリュームというところがすごくあの減ってきているわけなんですけれどもまあこれねやっぱり一つ大きな理由としては債務上限の引き上げだったりとかあとは金融政策について 方向感というところがですねちょっと今見えなくなってきているということで積極的なこのビットコインだったりとかあとは株式も含めて投資というところが少しスローダウンしてきているというのは一定程度あるのかなというふうに僕は思っていますであとはですねそれに加えて今後ですねやっぱりクリプトが大きく成長していく中で規制関係の話もすごくやっぱり重要ですよねでこの辺りアメリカで コインベースとですね SEC が裁判していたりとかっていうところも、まあ、一定程度の影響があるんじゃないかなというふうには思っています、はい。でまあそんな中イーサーの方も見ていきたいんですが、まあ、イーサーの方がまあどちらかというとボ,ラあのボリュームっていう観点ではまあ安定はしているのかなというふうには思うんですが、まあ、とはいえやっぱりビットコインの今後の方向感っていうところが、まあ、マーケット今の全体を引っ張っていくような方向には、まあ、方向というか傾向にはなると思うので。 まずはビットコインがどういった方向感で動いていくのかというところが今すごく注目をされるポイントではあるんじゃないかなというふうに思います。で、その一方でですね、株式マーケットをちょっと見ていきたいんですけれども、こちら見ていただいているのがナスダックの動きですね、ちょっと見づらいのでボリュームを消しますけれども、やっぱり今年の最高値というところをですね、超えてきていて、すごく株式マーケット、まあ、株式マーケット全体というよりも、やっぱり あのテック銘柄中心とした動きではあるんですが、まあ、この辺りの動きというのが大きく伸びてきているとで過去5年のチャートっていうところで見るとまだまだやっぱりあのピーク時を超えていくっていう感じではないんですが、まあ、やっぱりそこを超えていくような銘柄っていうのもテック銘柄特に、まあ、あの AI 関係ですねには見られているのでそういった期待感というところも株式マーケットは徐々に見えているとでやっぱりこういったリスクをですね取るような動きがマーケットで え見え始めるとですねどん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 仮想通貨っていうところにも資金が流れやすくなっていくので、えー、まあ今のマーケットの流れっていうのはクリプトの主導でえまあ何か上がっていくっていうよりも、まあ、他のマーケットがま復活してくることにより、えー、株クリプトのマーケットが引っ張られるっていうようなまあ傾向に今後なっていってくれればまあいいなという感じですかね。はい、で、えー、その他ですね、まあ、金利とかっていうところもここ最近この今2年金利見ていただいてますが。 引き続き債務上限引き上げというところが一つのカタリストになっていたりとかあとは今日はですね PC の発表がありました物価に関連する指数ですけれども予想を上回る数字だったということでこういった金利についても若干ちょっと上がっているとただしここ最近ですね次の FMC での利上げ状況みたいなところについて上振れるんじゃないかつまり利上げが起こるんじゃないかみたいな話が出てきているので金利結構上がってましたよね最近。なので まあちょっとこういった PC のニュースが出てきてもあまり短期の金利にはそこまで影響がなかったというような状況ですね。でもう一個面白いなというふうに思ったのが長期金利に関しては、まあ、若干ではあるんですけれども、まあ、下がっていると、まあ、この辺りはあの短期の金利よりもリセッションをですね、まあ、織り込んでいるような動きにもなっているのでこの辺りはです、ねまあ、株式だったりとかリスクマーケットを見ていく中でリセッションを織り込みながら 株式もしくは仮想通貨が上がっていくというようなマーケットがです、ねまあ、しばらく続いていく可能性があると思うので短期金利の動きというよりも、まあ、これが今の10年祭のあのなんですのチャートなんですが、まあ、この10年債の金利というところを見ておくと今後、えーまあ、リスクマーケットをです、ねまあ、引っ張っていくような動きになっていくんじゃないかなと思うのでこの辺りの動きもです、ね、今後見ておきたいかなというふうに思っています。 マクロの関係ニュースです、ね、見ていいいきたいと思いますでまずはですねアメリカのコンシューマースペンディングが大きく上昇をしていますとで今ですねやっぱりこれによってアメリカの消費強いなというところではあるので、まあ、一層の売上げの織り込み状況っていうところが、まあ、今出てくると思いますし、まあ、さらに PC に関しましても数値はですね、えっと、こちらにもあるんですがえっとここかな。 4.4%年率で上がっているということで、まあ、ちょっとこれグラフを見ると分かりやすいんですが、まあ、あのなかなか物価っていうのも今下がっていない状況にあると。でこうすることによって、まあ、こうすることによって、まあ、こういう結果が出たことによって f e d のです、ねまあ、利上げ織り込み状況っていうのがこちらにもありますとおり5.25%に、まあ、次の6月のタイミングで 利上げに今まあ六十六パーセント織り込んでいて、かつですね、まあ七月についてもまあもう二点五パーセントあ零点二五パーセント上げるというところについても今織り込んでいたりもするので、この金利の利上げっていうところがどん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 織り込まれていくことによって、リセッションへのまあ期待感みたいなところもさらに高まると思うんですよね。なんで短期金利が上がっていってもなかなか長期金利がですね一緒にあの引き連れられて上がっていかないような状況っていうのは。 まあやっぱり利上げによってリセッションへの織り込みみたいなところがまあさらに強まっていくということもあってですねまこういったところの動きが株式仮想通貨についてもま上がっていく一つの要因には今後なっていくのかもしれないなというふうに今思っておりますはいでもう一個ですねま軽く見ておきたいのがまデッドシーリング債務上限の引き上げについては今もう最終的なまあ合意に向かって いろいろと最終の詰めをしていますみたいなことがですね話されてはいるんですがまあ一つ面白いなと思ったポイントがこの記事の最後に書いてあるんですが今議論されている内容についてトップの民主党共和党のトップが話をしているんですけれども他の議員に対しては共有されてないよというような今状況なのでこの2人で合意した結果が共有された後にもう一旦もめる可能性っていうのもあるので。 この辺りはですね、今、まあ、株式マーケットは上昇してますが、何か突発的な、まあ、悪いニュースみたいなものが、まあ、あるかもしれないというところは、まあ、頭に入れておいてもいいのかなというふうには思っております。はい。で、仮想通貨の関連ニュース、ここから見ていきましょう。まずはですね、バイナンスがグローバル版の日本居住者向けサービスの終了予定ということを発表しています。なので、バイナンスの講座ですね、たくさん使っている方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、今後はですね、もう使えなくなって、 すごくまあ縮小された、まあ、しかもまあスポットだけの最初サービスの提供開始ということになっていくそうです。でこれをですね、まあ、あの彼らが、まあ、バイナンスがやっていくわけなんですが、まあ、今後はですね KYC とかっていうところをしないと出勤しかできなくなるということで、まあ、結構最初すごく不便なサービス展開になるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、こういった今口座を持ってらっしゃる方は、まあ、他の 海外取引所というところを使ったりとかが中心になっていくと思うんですが今ですねバービットまだ口座持ってないよという方はガーラ欄の方にもあります通おり口座開設していただいて初回入金だったりとか取引額に応じて今なら3万最大3万ドルのボーナスとして ZoomX とかであれば初回入金ボーナス100%の今キャンペーンとかっていうのも期間限定で概論からやってますのでまあ持ってないよという方は まあ開けた方が今はまあいいんじゃないかなと思いますし。まあ、日本のサービスっていうのはやっぱりすごくまあ限定的なサービスがまあ多かったりもするので、まあやっぱりいろんなトークに対して投資をしたりとか。まあ,ある程度フレキシビリティを持って資産運用をしたいよ。という方は海外取引所ま口座いくつか開けておいた方がいいんじゃないかなという風うには思っています。で一応ですね。今回、日本向けのサービスが開始するまでの間っていうのは？ えー、まだ時間がしばらくあるわけなんですが一応ですね日本居住者向けのサービスというのが明確にこの日をもってサービス開始されますというのはまだ言われてなくて、えー、夏にですね始めますというふうには言ってるんですけれどもじゃあそれまでの間ってどうなるかっていうと、えー、こちらにもあります通り、お、え、り、ー、23年の5月時点でバイナンスのデリバティブ口座を開設不可になってでかつ6月以降には新規のオプションの取引サービスとかっていうのも、えー、提供されなくなりますよと。で まあ,あとはですね、最終的に11月30をもって、バイナンスグローバルのサービスは完全に使えなくなるんですが、まあ、それまではですね、まあ、一応スポットの取引できるように、えーまあ、あったりはするらしいんですけれども、まあ、やっぱりどん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 サービス環境がま悪くなっていくというところもあるので、まあ、早いタイミングで口、えー、座みたいなところはあの移しておいた方がいいのかなというのは思います。はいまあ、あとはですね、えー、他のニュースちょっと見ていきたいと思うんですが、 まあイーサレムのですね今トレードっていうところがどん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 今ボリュームっていうところが落ちてきていますとでかつそれに加えて取引所からのですね資金の流出っていうのが今すごく加速していて5年ぶりの今低水準になってきているとまあつまりイーサレムを持っている人たちはもう取引所に置かなくなっているとでこれっていうのはやっぱり今ステーキングのところとかにまあ今向かっているっていうのも まあ今あるんじゃないかなというふうに思うので、やっぱりイーサーの上海アップデートが終わった後っていうところのインパクトというのがまあすごく今出てきているというような状況になっているんじゃないかなというふうに思います。はい、まあいろんな今ですね、あのいろんなデータがより出てきてますけれども、クラーケンからはものすごい大きなエイサレムのステーキングのですね引き出しっていうのが今後出てくるので、これらがですね、まああの一旦の売り圧になる可能性があるんじゃないかというふうには。 言われてはいるんですが、一気にですね、ドーンと引き出しが出てくるわけでもじゃじわ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 ですね、引き出しがま行われるので、まあ、そんなにま巨大な大きな売り圧みたいなところが一気に来るということはないんですけれども、まあ、このあたりについてはましばらくですね、まあ、見ておきたい、まあ、気をつけておきたいポイントにはなるのかなというには思っております。はい、続いてこちら見ていきたいと思うんですが、J.P. モルガンがですね、まああの今の ゴールドの価格、まあ、大体2,000ドルを、えー、としてみるとビットコインに関しては4万5,000ドル近辺まで上がってもおかしくないんじゃないかというような分析記事を出していきましたでこれでですねあの前提条件が一つありまして、えー、半減期の後のタイミングでっていうことなんですねで半減期のタイミングでかつゴールドが2,000ドル、まあ、1オンズ2,000ドルの価格を維持された場合 4万5千ドル分ぐらいまでは上がるんじゃないかというふうに言ってますと、まあ、これはやっぱり過去の,、まあその市場規模の比較感というところもあったりしますし、まあ、あとは今大体 2, 2万ドルぐらいのビットコインのですねマイニングのコストというところが半減期になることによって4万ドルぐらいまで上がって、まあ、やっぱりそれを、まあ、あの誤差というところをある程度加味すると、まあ、4万5,000ドルまで上がってもおかしくはないよねということですね。 はい、で、えー、ちょっとですね、まあ、分析としてはある程度、あのーまあ、単純すぎないかなというふうにはちょっと思ったりはまあするんですが、まあ、今後、えー、そういった半減期を迎えるにあたって、まあ、ある程度どこの、えー、価格予想みたいなところがですねここですよみたいな、まあ、そういったものがいろいろ出てくると思うので、えー、そのあたりまあ見ておくのもまあ面白いかなというふうには思います。 あの足りないかなというふうに正直僕は思っていますし、まあ、今やっぱり大事なのは僕がまあ大事だと思うのは、まあ、結果的にはそのえっ、ー、と何でしたっけ、えー、と金融政策だと思うんですねなのでそちらの方を結果的には見て判断するとまあ上がるタイミングっていうところも含めて判断するのがまあ僕はいいんじゃないかなというふうには思っております、はい、で今日ですねこのニュースかなり重要だなと思ってるんですが シリコンバレーの方のですね、かなりまああの尊敬されている、まあ、ファンドの一つとしても過言ではないと思うんですが、パラダイムがですね、ウェブサイトの中から、AI、ウェブ3に関しては、今後、えー、十数年のです、ねまあ、トレンドを、もしくはその世界を作っていくみたいな文脈を削除して、まあ、AI をです、ね、彼らのフォーカスエリアに入れていくということを言い始めたというのが、すごく注目をされています。で 当然これまで通り、まあありクリプト関係にはです、ね、投資をしていくと思うんですけれども、まあ、やっぱり今の市場環境の中で AI の成長率っていうところが、まあ、すごく本当に群を抜いてです、ねまあ、今見えているというところに加えて、まあ、やっぱりそこに資金をです、ね、投資投下していかないっていうのは、まあ、なかなかやっぱ VC の戦略として受け入れられないというか、まあ、その方がお金が集まりやすいというところもあると思うんですが。 まあこの辺りはやっぱりトレンドに乗っていくっていうところが一、まあ、つ大きくあるとは思いますが、まあ、じゃあクリプトについては皆さん、えー、どう考えてますでしょうか僕はですね、まあ、クリプトはもちろん今トレンドとして、まあ、規制っていう観点も含めて厳しいと思いますし、まあ、あとはやっぱりアメリカにいるファンドっていうところもあって、まあ、クリプトばっかりにですね投資っていうのはすごくやっぱり難しいと思うんですよね。 やっぱり今この流れに乗ってどん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 に投資していきたいっていうのは当然取るべき戦略でもあったりするんじゃないかなというふには思いますがやっぱり Web3 というかブロックチェーンの領域投資の中でもやっぱり今後すごく大事になっていく領域っていうのはあるのでそういったところにフォーカスをして今後投資をしていくんじゃないかなというふには思っているので僕自身もそういったところを意識しながらトレンドみたいなのは 追っってていこうかなと思っています、はい、でですねアバランチですねトークンのディストリビューションというのが今後行われるらしいんですけれども約全体で1.2%のですねトークンの放出が行われるということらしいですでこれがですねどのタイミングで起こるかっていうと、まあ、次の日曜日に約日本円で15億円ぐらいですかね、まあ、13億14億ぐらいの アンロックっていうのが日曜日にあるそうなのでその辺りが注目をされてますとあとはですね、えっとまあ、それが行われたからといって全部が全部ですね売りに直接つながるかっていうと、まあ、そういうわけでも正直ないらしくて一応ですね発行はされるんですがそれはどういうふうに使われるかっていうのはあのアバランチのですねファウンデーションとかの今後に移行とかによるのでまあその辺りは 状況としては、えーまあ、知っておいても悪くはないのかなというのは思っております、はいまあ、あのこの、まあ、14ミリオン15ミリオンというのが、まあ、あの小さくは正直ないと思いますし、まあ、今やっぱり仮想通貨のマーケット流動性ですね、まあ、トレーディングボリュームが落ちてきている中で、まあ、一気にこれらが放置されると、えーまあ、マーケットも壊れてしまう可能性もあるので。 まあそのファウンデーション、まあ、あのアバランチファウンデーションがいきなりそれをですね売却していくってことはまあないと思うんですが、まあ、どのように使われるかっていうのは一、まあ、つ見ておきたいポイントではあるのかなと思ってますはいってことで皆さんいかがでしたでしょうか今日皆さんが一番注目されたニュースというのはやっぱりバイナンスグローバルのサービスがですね日本居住者向けに提供されなくなるということだと思いますでやっぱりこの日本サービスに 日本サービスを使っていかなきゃいけないっていうのはやっぱりすごく残念なニュースだというふうに思っている方も非常に多いというのがツイッターでも反応があると思うんですがじゃあ今後どうするかっていうのは人によっていろいろと考え方あると思うんですけれどもやっぱりですねクリプトのサービスを日本で展開している会社っていうのは結構ですねあのサービスの内容も偏っていたりとかスプレッドが大きかったりとか。 サービスの充実があまり海外と比べると足りないというところもあるので日本の日曜仮想通貨の取引所っというのは持っていても全然問題はないと思うんですがやっぱり海外向けというのはしっかりとキープしておきたいなというのは正直なところですよね。なので基本的には海外取引所を使っての運用というのが多くの方がですね取られる選択肢なんではないかなというふうには思うんですけれども一応。 皆さんどういうような考えを持っているかみたいなところはよろしければコメント欄に書いていただけると嬉しいなと思っています。でまあ、僕は一応ですね、バイビットだったりとか、まあ、ZoomX っていうところはあの、まあ、これまで通り使っていきたいと思いますが、まあ、それ以外にも、まあ、OKX、OK、だったりとか他にもあると思うので皆さんが使いたいところ、まあ、使いやすいところ使っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはバイナンスが使えなくなることで 仮想通貨の取引をですね、まあ、やめるっていう方は正直今いないと思うんですよね。でそうなっていく中で、まあ、日本向けのサービスを提供しているというところは、まあ、必ず一つは必要になると思う一方で海外向けのところも必要になってくると思うので、まあ、その辺りのバランス感覚みたいなところは、まあ、人によって違うと思うので、まあ、どうするか考えていただければと思いますしまあ、あとはメタマスクはまあ絶対ですね、まあ、絶対というか今のところ 日本の取引所から送るのの、まあ、規制にはならないということなので、マ、ま、イマスクはですね、まあ、しっかりと使えるようにはしておきたいなというような状況ですかね。はいということで、えー、皆さん、今日も動画、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。